FC ギフフェプサーテイク2 FC ギフ勝手に応援チャンネル、イエーイ、当初よし、はい、はい、今日は、はい、富山戦です。はい、はい、ライブ終わりの美穂ちゃんでございます。今どうですか？今ですね、試合が終わりまして、はい、結果は1対1の引き分け。でもセーフですね。まあでもまあまあまあ、負けるよりは、負けるよりはね、まあまあいいっていうのはありますけど、まあちょっとね、何とも言えない結果になっちゃいましたと、はい、いう形ですので、またちょっと後で振り返り動画も私は撮ってあれしますけども、今日はこの衣装がね、はい、岐阜でいただいた。そうなんです、はい、岐阜のファンの方が今月上旬に行った時にプレゼントしてくださって、で今日来ますねって約束してたんで、もう今日ちょうど試合だったんで、はい、気合い入れてきました。これを着て今日はライブをの、ライブにね、はい、臨んで、いいパフォーマンスをしていただきました。はい、はい、じゃあ岐阜の方々に一言お願いします。岐阜の皆さん、1対1だったけど次は勝ちましょうね。また長良川で会いましょう。遊び行きます。はい、当初FC 岐阜勝手に応援チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。カターレ富山サポーターで、YouTube やってます。カッターです。今日は岐阜戦ということで、スタッフの野口さんから、ぜひいい動画を撮ってほしいという依頼がありましたので、今試合後ですけど撮っています。いやー、試合としてはね、ほぼほぼ富山がゲームをコントロールして支配して、勝てるかなっていう感じだったんですけど、最後ね、村田斗真選手のあのシュートはね、いやーえぐいっす。なんでこの富山戦で決めるんですかね。ちょっとねえぐいっすね、あのシュートはね。まあ村田選手を褒めるしかないかなと。素晴らしいシュートでしたね。ちょっとね、これで勝ち点3が1になってしまって、富山としては昇格が少し遠のきました。残り5試合ということで、もう負けられない、本当に土俵際に富山としては追い込まれた状況なのかなと思います。一方でね、岐阜はこの勝ち点1というのはアウェーでね取れたのは大きいんではないかと。残り5試合、ちょっと昇格はね、岐阜さんも難しい状況なのかなとは思うんですけど、来季につながる1点と言えるのではないでしょうか。で、来年ね、富山がどのカテゴリーになるかわかんないですけど、もしね昇格できれば J2 で頑張りますけど、昇格できなければね、今シーズン富山は岐阜に未勝利に終わりましたので、来年はシーズンダブルをリベンジをしに、もし上がれなければですけどね、上がるつもりですけど、上がれなければシーズンダブルをしに、県総と長良川で、また頑張りたいと思います。はい、では FC 岐阜勝手に応援チャンネル視聴者の皆さん、ありがとうございました。カッターでした。またよろしくお願いします。さよなら。はい、カッターさん、コメントありがとうございました。試合は1対1の引き分けで、カッターさんがおっしゃってらっしゃったように、ほぼ富山に支配をされたゲームだったと。もうね、岐阜のストロングポイントである両翼が、機能しなかったと。完全に対策されてましたね。そして、カッターさんの、生配信の方でも言わせていただきましたけども、嫌な選手、アルトゥール・シルバ、マテウス、上げさせていただきましたけども、きっちり仕事されました。さすがでした。マテウスのアシストがね、見事ゴールに繋がると。そして中盤では、アルトゥール・シルバが、潰し役をね、まあ、やってきたと。ボールをね、持った瞬間にアルトゥール・シルバが寄ってくるみたいな、
シーンが結構ありましたけど、まあ、岐阜の方はね、村田斗真のビューティフルな一撃で、なんとか追いつくということが、できました。本当にね、でもね、価値ある一点で、しかもね、この一点はね、非常に、未来につながる一点だったなと思っております。まあ、その理由としては、やっぱりあのミドルレンジからのシュートを思い切って打てたっていうことで、村田斗真選手自身の、プレーに幅が広がるんじゃないかと、割とね、ミドルを打つタイプの選手ではなかったので、まあ一つオプションとしてミドルは打てるんだぞっていうのが、まあ本人の自信にもなったかもしれないし、ここからね、まあ相手も、ちょっと警戒してくるだろうというのもね、予想されますんで。まあ見事な、ミドルシュートでしたね。あんな、蹴れるんだっていう、いやまあ蹴れるのは知ってますけど、あんなゴールいけんのかいと。試合をね、見た限りだと、正直、力としてはやっぱ富山さんの方が上でしたね。片割れ富山の方が上でした。まあね、結構ね、五分な展開にも持ち込めるかなとも思ったんだけど、やっぱりね、あの、球際と、あと、フィジカルですね。まあ、それこそ先ほど言いましたけども、アルトゥール・シルバに当たられた時に、簡単に飛ばされてしまったっていうのを見たらね、やっぱそこ。あと、マテウスとの玉際の勝負のところもそうですけど、二人で取りに行って結局マテウスにパス出されるとか、まあ、アルデルシルバのところもあったかな。で、他のところもありましたけども、やっぱりそこの玉際で戦うというところで、岐阜の方がちょっと押されてた。ちょっとというかもうだいぶ押されてた。で、結果やっぱり、一点失うというのは、本当にね、90分間、富山の、プラン通りだったと思うんですよ。もう本当に富山のプラン通り、試合が運ばれた。もう99点ですよね。もう富山からしたら。もう100点満点中99点の出来だったと思います。ただ最後の、こぼれ球に対して村田斗真のビューティフルゴールと。それが炸裂したっていう。ということで、今回の勝手に MVP は、もちろん村田斗真。本当に素晴らしいビューティフルゴールでした。ただこの対策をされた時に、このゲームを支配されかけた時にどう戦っていくかっていうのが一つね、なんか光が見えた試合だったのかもしれないですね。今日はね、本当に村田斗真の一撃で勝ったさん。すいません。やっちゃいました。村田斗真でした。ね、富山サポーターの方とかね、勝ったさんのこと考えたらね、本当にこの、ぐわってこの、苦虫をこの噛みつぶすような、なんか、ねえ、勢いだと思いますけど、うん、これもサッカーです。ということで、以上、FC岐阜、勝手に応援チャンネルでした。ガッターさん、ごめんね。